はい、どうも、皆様こんにちは、サスリボーモリです。さあ、またモンスタータクティクスの続き、モンタクをやっていきます。というわけで、収録外で氷の宝石を手に入れてきました。てってでーん。カジノでね、こう、ポーカーをずっとやってた。なんだこいつ。わ、なんだこいつ。気持ち悪い。また分離されてるぞ。何その意味深な。次のように進むべし、上に3歩、左に1、2、3、1、2、はいはい。3、3、下に6、左に2か。ちょっとなんかおんねんけど。なんかいる、なんかいる、なんか来た。ででででくそ、ムカつくや。許さん。なんだこいつら。来た来た来た。これを、この配置を待ってたんだよ、私は。グラビで。爆殺してやる。力爆弾でシェーパーン。よし、撃破。もう一体てめえもだ、撃破。残りの敵は力と炎と。あったやべえのいるって。あぶねえ。ギリギリ届かんのじゃないか。届くか。あ、届かんかった。あぶねえ。こいつ、風の流星からやろ、最後にいんの。嫌やわ。あ、これ無理やな。多分ゼロやろ。いや、1残ってんな。いけるか。いや、絶対無理な気ぃつけてな。いや、ここ、あ、くそー。痛くはないけど、ムカつくわ。え？お前力飛ぶやのになんで踏んだん。
着地してしもたんか。もうそいつだけ。上向いてしもた。ブリッド。なやこいつら、ブリッドばっかやん。何回言われー。爆弾セットオン。ここにもオン。それに私のステータスを見てくれ。50めっちゃいいやろ。フライスーサイドアタック2残った。あ、これ最悪爆弾を踏むと、爆弾を踏まれると、あ、私ごとや、カエンちゃんごとや。生きろ、1、4、よっしゃ。あぶねー。お、なんとケビンか。あれ、どうしてケビンキュッと足しようか。あ、まあ、そのなんだ、ははは。お前がダンジョンで活躍しとるとき、昔のハンターの血が突き出しちゃってな、こっそりエントリーしておったというわけだ。しかしお前もこんなところまで来るとはな、もはやわしの知ることはないかもしれん。これからはわしもお前を手つける立場になろう。わしのパンチは壁の向こうまで届くぞ。さらに常に気合を発散させとるから、メンバーの体力も自然回復させられる。つえぇ。昔取った金塚、腕が鳴るわい。やべえな、パーティーの体力自然回復って超強い。これでもうどっかへにやり残したことはないぞ。じゃあどんどん次。さあやってまいりました7回。スキルリングを確認すると、ギュンター師匠、またギュンター師匠。なんもないやん。これは初期メンバーで戦っていいかなぐらいの感じ。とりあえずセーブだ。セーブしよう。セーブ。よし、行こう。うわ、なんだこれ。どこから行こうか。風飛ぶ。炎を落ち着いて飛ぶ。なんかどこもなんかむちゃくちゃやな。下から行くな。みんながちんちん、おろろ。また音変わったな。なんかおる。チョッキンガーや。風爆弾セット。そして暗え風のダガー。こういったよった、まあ、スタンアイディオと今。ファイヤーパンチ。よし。爆弾セット。何？消えた。スタンアイビー消えた。爆弾セット。うほほほ。カズチの敵がめちゃくちゃ近くにおるやんけ。ファイヤーストーム、炎の嵐。
大野の電源どっかにいんねん。さあ、追ってくるがいい炎爆弾だ。え？リーダー狙ってるやつおんな、これ。そんな匂いがする。だが引っかかった。バカめ。爆弾セット。もう一丁セット。風の流星死ねい。ズワーよし一撃。あ、こんな食らわんと。じゃあ悪い。炎の息吹。主人公ケビンを狙いに来たのかと思った。それから電球さん。おお。サンダー。パフェ。上土水風と恒例の儀式は終了。左から行きましょうか。わかんな。近い、めちゃくちゃ近い。おらんか。ダンジョン見に行くとほぼ近い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 、めちゃくちゃ近いよ。おい、めっちゃおる、めっちゃおる、なんかめっちゃおる。ニッケル。いつは？こいつ風飛ぶか。やれ、やれー！風の流星。あ、しまった。抜けれるかなって思ったら抜けれへんところになった。行きやがったな。ついでだ。行けるよ。貴様はここで空気が張っていただけ。旅行の方が無駄だ。風の牙じゃない。だが絶対ない。わはははは、は間抜けめ。カエンさんを踏み進ませる。
いますけど、ガキヨシにもいるよ。炎の嵐。逃げるんだよー。くめー、必殺、あ、間違えた。バカー、もうバカー、マジでバカー、もう何してんの。わー、来たー。いいなー、とりあえず、あれじゃん、もうサンダー、もうえらいところから、ガズチのやっぱちょっと痛い。アクアショット。スパーン、スパーン。うおー。よし。力爆弾セット。何？クソ、微妙なところで攻撃してきやがって。はーい、あ、まさかお前爆弾ホームとは死んやろ。アホすぎてもう話にならんやん。何してんねん、マジで。なんだあいつ。お腹アイテムある。やったお金や。いらねえ。死んだんでね、あいつ。何してんねん。なんだこのゲームは。敵がアホすぎるぞ、マジで。なんすか、ここの敵は。フロートライト。あ、ラミエルやん。ラミエルやん。パオ。ダメージかよ。わあ、いい日。いる敵は、イカズチ飛ぶ水、イカズチ飛ぶ風。やべえな。何がやばいかっていう。うわ、いたな。フライ。風の流星。あんたが飛ぶなら、ライアンにいるやん。ここに古の科学の言葉でしかみを封じる、そのアフロートライトに立つ神経心。あれってことはこれ俺勝てないんじゃね。ライアン連れてこやんな、無理なやつじゃない。ライアン連れてこやんな、あかんか。そんな匂いがするぜ。うわー、風だー。俺か、じゃあいい。風かー。風は何に弱かったっけな。力でしょ。風は力と氷か。メガショットで
な。力爆弾セットオン。自爆。4。おめえやるでねえか。古文書的なやつを見る限りだと、それがないとラミエルと戦うことはできませんよな。どうだろう。経験値だけ無差別。右側から行っても封印されてるっぽいな。そんな匂いがする。あ、ダメだダメだダメだなあ。ダメ。うおボムが仕掛けてあったぞ。ほらあかん。帰りまーす。きついわ。冗談きついぜ。っていうかこれまた10番抜かされてんのか。見たことあるやつが。あ、1位やわ俺。はい。実況は興奮しております。再生。ボルティ。鎧武。燃やしてやっから出てこいこら。ヤクザモン認定戦発生。うち燃やしてやっから出てこいこら。おった。セブリッタやろ。どうセブリッタやろ。またんかいわれ。どこ行ったんじゃい。おったわ。炎の嵐。さあ、雲を。爆弾セット。端っこに逃げたお前の運の悪さを、ちゃんは戦略性のなさを呪うがいい。あ、うわー。必殺、スーサイドボーン。よし。ひどい戦い。ブリットのためにこんなことしたわけか。私と戦うには君はまだ未熟。よし。バトル。ボルディ。三日月は風に弱かったとか、そんな話ですけどな。出てこい。おらん。左か。左っぽいな。左側にいるっぽい。そんな匂いがする。左だ。左へ出動。おらんぞい。なんてこった。なんだー、俺は弱点だー。
なんというやつ、許せる。メガショット、移動を制限させてもらうぞ。力爆弾、よし、待機。ふはははは、はバカめー、とどめだ。グラビで、よし、若干ワンちゃんに見えるな、こっちのこの正面から。確実にワンちゃんじゃない。撃破、よし、これでモンタクゲッチュー、モンタクスキルゲッチュー、チェンジ、カエンちゃんをライアンにチェンジ。あれ？位置が変わっちゃう。風がこっちに来てるな。フラエの前に調べる。こうにゃもんな。メガショット。こういう力があってるから、めちゃくちゃ効くやん。力爆弾自分で踏んでもめちゃくちゃ効くしよ。でーん、うわははは。3割減ったわ。入ったな。やばい。多分反対方向。いるな、いるいるな。こっち見やがった、こっち見んなよ。流星、ギギまっすぐ来るかなあ。まっすぐ行ったね。いいわ、ナイスや。一個ちょっと無駄になったけど、まあいいや。アデノダがなんとなくまっすぐ進むなとは思ったけど。よし。危ない、今ダメージが増えてるみたいな。ダフロートライトと。あ、踏んでしまった。アホだね。技の範囲みたいよな。プラズマキャノンも飛んでくやろ。プラズマキャノン。でーん。よーし。よし、向けた。オッケー。ガスパーク、よし、体を見てもらえ、見えるよ。ビームってことは見える。うわ、ビームっていい。うわ、痛い、そこそこや。
回耐えれるかなぐらいの感じか。貴様真っ暗闇に何？あいつ飛んでるんじゃないのか？弱点にならへんかった。飛んでるのに食らわんかった。あれか、特殊な弱点してて、こいつサンダーに弱いみたいやな。そんな感じするな。うわ、上来るな、あいつ真っ暗闇かかってんのに。あぶねー。どっち向いてるか分からへんな。なんだこれ。オッケー。もうあんたみたいな娘のことじゃ。あ、ねえねえ、これ見て、綺麗だし。だから気がしないうちにだな。あ、ここにもつける。全部拾っちゃおう。なぜこんなのがモンタクハンターなんだ。もっともやな。古代怪人。あ、しまった。ちょっと立ってくれ。まあまあまあいいや。まずは周辺地帯の。風飛ぶやろ。うわぁ、一発や。あ、風飛ぶみたいやから、できればその風飛ぶの敵は皆殺しにしてやるか。おぉ、スタンアイビーが。スタンアイビーが超近づいてるやん。暗い。プラズマキャノン。しない。40ちょっと残った。うわ。それは俺狙うよね。ケビンね。ケビンが主人公なら、つい俺って。なんかおった。こいつは水やな。炎いいか。ちょっと待ってくれ。ってことは風とかがそいつやな。風のだが、あんまり関係ねえやけど、まあ
よし、バカめ。もう一回おったわ。指定ができねえ。スーサイドアタック。よし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 。あと体力20。風の牙。こんなところにいる敵が風の牙とか言わなかったんだけど。えい、おだぶつ。風のだが。さようなら。よし。なんちゅうこんたく。もう数の牙か、マジか。4枚しか持ってないかよ。パフェ。うわぁ。ここ4枚ね。いけるいける。バクー。あ、かわいい。パッとめっちゃかわいい。めっちゃ可愛かったよ。あーちょっとあった。これあかんわ。めちゃくちゃやってろ。ちょっと考える。よし。ちょっとやりすぎや。ではここまでのご視聴どうもありがとうございました。では今回の動画はいかがでしたでしょうか。面白かったですかね。もし面白かったならばチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の機会でお会いしましょう。それでは。